よく晴れた天気になりました。打席には3番バッター、ツーアウトになっています。この回のバファローズが引っ張った、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックス、バファローズこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。打ち上げた、左に切れます。今次はボール球をどう使うかですね。はい、打ち上げた、掴んでスリーアウト、勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。取ってアウト、ワンアウトランドラゴンズ、バッターは3番、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。インサイド空振り、スピードボールを持っています。ファウルになります。ここはバッター少々のボール球を当てに行きますよ。なるほど、さあどう来るか。次が4球目、変化球が低めに外れます。変化球空振り、オリックス。今日は晴天に恵まれます。バッターボックスには3番、ワンアウトになっています。マウンド上山本、そしてキャッチャーは花岡。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。ランナーは走ってきませんでした。打ちました、ピッチャーゴロ、取った、ベイスターズピンチになりました。打順は3番、前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。高め打ちました、大きな打球になった、これはどうか、右中間真ん中破りました。バッターランナーは2塁到達。打席には3番バッター、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子、初球打ち伸び入った、ホーム、警戒すべきバッターに浴びた一発。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。十分警戒はしていたはずですが、ここで里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか？まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。外の球打った、ショートの右、取った、二塁へ送球、二塁アウトでスリーアウト。 DeNA ベThank you.
Thank you.
好転に恵まれました。オリックスも4番バッターバファローズ、初回から先制点を許す形となっています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。打った高く上がった、ぐんぐん打球入った、ホームラン。いや、速い打球でしたね。あっという間。初球打ち、高く上がった、センターが下がっていく、入った、ホームラン。いや、速い打球でしたね。あっという間。バッターボックスは4番、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ツーアウトになっています。今日はバッティング絶好調。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたが、いかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあ、打ちました。初球から積極的に行きましたが、ワンアウトとなっています。バッターボックスには4番、今日は2本のホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ボール、落ちる球にバットが回ります。打ちました、いい当たりだ、大きな打球が入りました、ホーム。残念。ついにバッターボックスは4番、フォアボールのランナーが出ています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは東、このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャー打ちました、ボテボテ、ピッチャー取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4番バッター、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、レフトに上がった、ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスは4番、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。改めてお聞きします、このどういうバッターなんでしょうか。まあ、球を前でさばきたい。ドカーンと大きな当たりです、入った、ホームラン。いや、速い打球でしたね。あ、これが1球目、初球打ち、ここはフライになっています。
サードが構えます。渡辺が掴んで3アウトです。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは屈辱の黒星となりました。よく晴れた天気になりました。バッターボックス、昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。外は入っています。ノーボールツーストライク。ランナーここはスタート切りません。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。柴田が抑えて3アウトチェンジです。バッターボックス、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。この回の浜口4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ打った、高く上がった、レフトが下がっていく、突き刺さった、ソロ、5番に一発を浴びてしまいました。打ちました、高い打球、レフトが追いかける、入った、相手が4番とはいえ悔しい一発を浴び、バッターは4番、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、相手主砲の一振りでした。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますからバッテリーも十分。ストレート打った、サードが抑えた、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした。そうですね、あと好天に恵まれました。2回の表カープの攻撃、バッターは4番、昨日のゲームで3本のホームランを放っています。打ちました、セカンド取った、おっと送球がそれた、これはセカンドのエラーです。先頭バッターを出して、バッターボックスは5番高橋、2試合当たりが出ていません。エラーでランナーが出ています。マウンド上のピッチャーは平、そしてキャッチャーは東。このバッテリーをカープ打線がどう攻略、走ってきた、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗、見事に盗塁を阻止しました。打席には4番バッター、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か、あーよく見ましたね、外の変化球わずかに外れました。打ちました、柴田、一塁アウト、スリーアウトです。打順は4番、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打った、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、いや完璧に捉えました、見事な。
初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー1塁。バッターも積極的に打って、外の球打った、高いバウンド、サード取った、一塁送球アウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました DeNA。 照明に火が灯りました。2回の裏になります。さあカープ、この回は4番から始まります。バッターは前回のゲームではマルチ安打を記録しています。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。ドカーン、いや速い打球でしたね。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファウルボールです。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。これもファウル。打ちました、ヒットになった。今日もマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただき、まあ送球がうまいキャッチャーですからランナーは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのようですね。ランナースタート、ヒットエンドラン、岡本アウト、ワンアウトです。さあカープ、勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越してチームに勢いを与えたいですね。そうですよね。まあ初球から積極的に行くバッターなんで、ファーストストライクから振ってくるんじゃないですかね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ストレート打っていった、これは大きい、入れば勝ち越し、入った、ホームラン。いや速い打球でしたね。バッターボックスは4番。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイント、切れていきます、ファウル。真ん中打ちました、丸抑えてワンアウト。いいところで回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの回で勝ち越しておければ非常に有利になりますので。レフトへ、打球はいいところに飛んだか、レフトフライ、抑えてアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。カープ痛い敗戦となってしまいました。本日の試合は
照明に火が灯りました。2回裏に入ります。さあカープ、この回は4番から始まります。打席に入ります。昨日のゲームではホームランを打ちました。左中間に大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続安打。さあカープ、得点圏にランナーを置いています。早いうちに差を詰めておきたいところですから、ここは何としても得点したいですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには後藤が入っています。さて赤星さん、バッターの後藤対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思います。外のボール打った、この打球はフライになっています。ライトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。つなげたかったですね。まあでうちのボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。カープ1点。期待を裏切らないバッティングでした。バッターボックスには4番。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。次が2球目。引っ張った、大きな打球になった、そのままスタンドに。頼れる4番の一振りでした。これが初球。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打。うまく打ち返しました。ツーベースヒット。まず最初のボールを決めていきました。外へのスライダー、ここは見極めています。低めのいいところにチェンジアップが決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいる。うちのボール打った、これは上がりすぎ、ここは打ち上げています。構えます、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。つなげたい場面でしたからね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあそして右中間へ持っていった、これは大きいぞ、入った、ホームラン。ここ一番の集中力が光ります。赤星さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。もちろんそうなりますね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁で、さあノーアウトで追加点のランナーを置いています。バッターは後藤。そして塁上には、ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球、タッチアウト、盗塁失敗。さあバッターはこの打席でホームランを放てば今シーズン10本。これは行くでしょうね。高かった、ぐんぐん打球が伸びて入った。カープ、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。連敗。
名古屋ドームからお伝えして、打席には4番バッター。前回のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、打った、スタンド一直線、センター入った、ホームラン。5番に一発を浴びてしまいました。手が滑ったでしょうか。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば、そのままスタンド。相手が4番とはいえ悔しい一発を。甘いコースでしたが見送っています。緩いボール決まっています。膝元、ストライクを先行させていきます。追い込みました。左へ持っていった、レフトの頭上を越えた。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。カープ追加点を挙げました。警戒していた相手ですがタイム。4番バッター、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。鈴木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース、ワンボールツーストライクです。ボールになります。大きな打球になった。さあどうだ、フェンス直撃、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは5番高橋。まあドラゴンズとしてはリードされて厳しい状況ですけど、引っ張った、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。バッターボックス堂林、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました、ショートゴロ、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックスは4番、今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。ここまで打ちました、痛烈な打球、入った、ホームラン、はい、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。赤星さん、今日は